料理クッキング実食の心理欲。今日はね、またもうそのまま鍋、七味を入れて、これはねあのローズマリーのねドライミル、で納豆で、レモンバームね。今日風がないからね、飛んでく心配はなさそう。ちょっと醤油入れすぎちゃったけど、塩分を取りすぎ、血圧ね、血圧で塩分取りすぎたら血圧が上がるっていう話、あれどうもね、どうも信じられないのよね。血圧がまあ低いんでね、低いっていうか110とかね、あんまり血圧が高くないんで、まあ、血圧が高くないっていうか110だったらいいんだけどね、普通にね平気に塩分取ってても全然血圧上がんないのよね。だから塩分で血圧上がるっていうのどうも本当かなって、本当にもう医者に言ったんだけどね、血圧ね、要するに塩分を控えたら血圧が下がるのかと、下がらないと思うんだけどね。で今日はねアメリカ風呂、どうやって食べてるのかって、コメントもらったんで、ちょっとまあこの前も一回味噌汁にしたんだけど、今日もね味噌汁にして、レモンバーム、味するね。レモンバームじゃなくてアメリカ風のそれなりに味するするわ。今みたいにちょこっとね多めにいっぱいレモンバームだけ食べたら、でもね本当癖がないと思うんだけどね。これ洗ってない、そのまんまね。雨上がりなんで雨ついてるけど、一応ねこうやってまあちぎる、これなんでちぎるかっていうと、虫がついてるかどうか見てんのよね。虫がついてるか卵がついてるかね、それを見ながらちぎっていくと、汚れたところがないかね。そうすると包丁まな板使う必要もないし、ちゃんとね虫がついてないかチェックもできるし、やっぱレモンバームが勝っちゃうね。アメリカ風呂がどんな味って聞かれても、なんとも言えない、なんとも言い難い。ほぼ味しないんじゃないかと思うんだけどな。食べた感じは別にね、普通になんか葉っぱ食べてるような、でまあこれ玉ねぎが入ってるから、普通に食べれるよ本当に。納豆の薬味にすればね、多少もっとねアメリカ風呂の味がね出てくるとは思うんだけど、そんなことないか。生でねアメリカ風呂だけ食べたらね、どんな味か分かる。ちょっとね水菜に似てるのかな。
水菜も基本的に味しないもんね。でもちょっと青臭いというか、レモンバームはもう味噌汁にぴったりだと思うよ。よもぎよりもレモンバームの方がね食べやすい。でなおかつ記憶力が上がるって言うんだからね、ほんと記憶力上がるのかだから受験生にいいんじゃないのね、若い高校受験とかそういう大学受験、受験生とかもう50過ぎて記憶力上がるかっつって上がるわけねえだろうなと思っちゃうんだけどな。まあそんなこと言ってないで、まあね、努力すればね、努力というか頭使ってればね、ここでね口に出して喋ってる、要するにレモンバームって毎日ねこう喋ってるでしょ。ヨモギもそうだけど食べる植物ね。で今日も庭の案内というか庭ぶらぶらね散歩して、いろいろとねウバメガシだなんだかんだっつって喋ってるから、言葉が出てくるというかね、単語が出てくるけど、これやらなくなったらすぐ忘れちゃうよ、植物の名前なんて。だからやっぱね、喋ってること大事だと思うよね。でホリエモンのどの SNS がいいですかみたいな YouTube 動画見たんだけど、やっぱねホリエモンもね俺と一緒でね、発信するだけなのよね。あんまり人の動画とか見てないのよねっていうふうに言ってるのよね。僕もね本当に自分が発信してるよりも人の動画見るの方が、あそんなことないか、虎ノ門ニュースとか見てるっていうか、まあそれだけじゃなくてメールチェックから何からしながら聞いてるっていうね、ラジオ、昔のラジオみたいにねながらで聞いてるみたいなのつけとくみたいな。あこれ今からし入れたっけって思ってね、からし、まあ、動画再生して見てればね見たら分かると思うけど入れたんだよね。でもそれあれからし入れたっけって思っちゃうんだよね。だからそういう記憶力がもうほんとね年取ってくるとねなくなってくるんだよね。あれ書き締めたっけっていうのがまあ大体最初だよね。火消したっけっていうのが大体そこら辺から始まると思うんだけど、ついさっきのことを忘れちゃう。無意識にやってるわけじゃなくて記憶、そういうところの記憶がねどうしてもやっぱねなくなっていっちゃうのよね。まあそれが認知症の始まりなんだけど、塩分どうのこうのっていうことよりもとにかくしょっぱい。だしょっぱいと思うってことはコロナに感染してないと思うんだけどね。昨日も病院に行って、病院入るときにね、こうやって画面でちゃんと体温調べてるわけよね。モニタリングしてるわけよね、全部カメラでね、署名入り口でね。でモニタリングしているけど、はいどうぞ、はいどうぞ、つうから入れるわけよ。まあつまり体温がその正常値だから入っていけるわけよね。はいどうぞって言われて、で入ってって今度 病棟の方に行くと、また体温かけてたなんだかんだってね用紙に書かされるわけよね。
お前病院入る時にモニタリングしね、カメラでやってんだから、病棟にここまでここに来てなんでもう一回体温聞かれなきゃわかんねえんだ、聞かれなきゃいけねえんだとか、お前モニタリングしてる時にね、何度であなた何度ですって言ってくんないんだから体温なんかわからんだろうとかって突っ込みたくなるんだけど、まあ本当にもう無駄なことやってるよなとか思っちゃうね。無駄なことっていうか、要するに病院側にしてみればそれ書かせて、まあ要するに証拠を残すっていうことなんだろうけどね。でも自己申告なんて何の証拠にもならないと思うんだけど、これもうちょっとかっこいい鍋探してみるかな。探せばあるかもしれない。まあ単なるね、普通にお椀に移せって言われたらそれまでだけど、ちょっとね、お椀に入りきれないぐらいの量になってるんだよね。で、余しちゃうのよね、お椀に移すと。鍋のまんまだったら、まあ、これ多分ね、お椀に1杯半ぐらいになってるんだよ、量が。味噌汁とかいうよりも、まあ、豚汁系のね、ちょっとね、量の多いっていうか、深めのお椀の1杯半ぐらいだから、ちょっと普通で考えたらね、塩分取りすぎだよっていうふうに言われるような感じだと思うね。それでも今んとこ120、この前献血行った時は126だったからね、上がね、血圧ね。だなんでこんな血圧低いのかなってお医者さんに言われるよね。その前の時なんて106だか そんなもんしかなかったんだからね、血圧上がね。56にしてそんな血圧って珍しいって、すごいですよって言われたもんね。まあといったところで、料理クッキング実食の心理欲。